2015年6月11日、韓国アジア経済によると、電話をかけて金を振り込ませる詐欺が、日中韓3カ国で類似した形で起こっており、韓国金融当局は、中国を拠点とする組織による国際的詐欺と見ている。韓国金融監督院によると、3カ国で起きている詐欺の共通点として、国家機関や知人になりすまし、誘拐や交通事故に巻き込まれたとして金を要求する方法、借金の保証金として金を要求する方法などが挙げられる。金融監督院では、中国などを拠点とする組織が、漢字文化圏である日中韓などを詐欺の対象と見ている可能性が高いとした。さらに、最近では日本を中心に振り込み型ではなく現金手渡し型の詐欺被害が増えているとして、韓国でも注意を呼びかけた。日本では2011年に 48% だった手渡し型詐欺が2014年には 90% に急増している。これについて韓国のネットユーザーからは様々なコメントが寄せられている。韓国では中国在住の朝鮮民族だという場合が多いけど、日本では何と言って騙すのかな。中国に住む朝鮮民族だとしても、日本や中国では韓国人のせいだと言うだろう。日本での詐欺被害は韓国に比べたらとても小さい。これは韓国で解決すべき問題だ。被害に遭う国民がどれだけ増えたら対策を取るつもりだろう。金融当局は努力してくれているのか疑問だ。やるなら日本で思い切り詐欺をしてくれ。日本では ATM の前で携帯電話が使えなくなる措置を随分前から取っている。韓国と中国と日本でやったら、次は米国でやるのか。中国人の威力に韓国はもちろん日本も震えている。日本の空港に行くとみすぼらしい格好で中国語を使っているけど、韓国のパスポートを持ってる人が大勢いる。彼らが外国でしでかした悪行が結局は韓国人にブーメランのように戻ってくるんだ。